ダダ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 ダチャンネル。本日は大村市内にある大俣農園に来ております。そこで大俣さんにお話を伺っていきたいと思います。この大俣農園ではどんな、はい、あの果物が取れるんでしょうか。まずはブドウですね、はい、あ、ブドウ、はい、ブドウと、はい、梨、梨、それとブルーベリー、はい、あ、ブルーベリーが、はい、取れます。取れるということで、あとですね、はい、今からの時期は栗拾いが、はい、あ、栗拾い、はい、できます。それぞれのその旬の時期とかっていうのはあるんでしょうか。はい、ございます、はい、ブルーベリーはですね7月下旬から8月の頭、はい、あ、でブドウが8月の中旬から9月の上旬、はい、で、梨がですね、はい、7月8月の後半から、9月中旬ぐらいからですね。そうですね。で、栗がちょうど今からですかね、はい。まあ、果物は基本的には結構夏の時期から収穫ができるということですね。そうですね。なるほど。結構僕は秋のイメージがあったものですから。やっぱり一番いいのが9月の頭でしょうね。ああ、9月の頭頃が。大体ソロ、何でも。ああ、なるほどです、はい。だったらもう選び放題っていうような、ね、感じなんです。はい、で、栗が今からということで、はい、ちなみに今年はその、まあ、品質だったりとか収穫量とかっていうのは何かこう、どのような感じといいますか。あ、そうですね、今年はやっぱり長雨、はい、大雨、台風でですね、ちょっと量の方は少ないんですけども、はい、残った分はですね、はい、非常に甘くて美味しいです。なるほど、ちなみに、はい、こちら その敷地内にあのカフェがあるということで、はい、そうです、この上にですね、はい、うちで採れた旬の果物を使った、はい、スイーツを出そうということで、そしたらこの9月の時期がこう一番う、そうですね、今ブドウのタイトがありまして、はい、見た目にもすごい綺麗ですし、なるほど、はい、いいと思います。じゃあ実際に行ってみましょう。ダダ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 チャンネル。で、見せればいいんじゃない？中身。あ、ありがとうございます。いいですね。すごい。これは。うわー。すごい。すごい。あ、綺麗。ダダ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 チャンネル。チャンネル登録よろしくお願いします。